おはようございます。榎本高木です。今日のテーマは動画をマーケティングに活用しようという話をしたいと思います。動画といえば YouTube って感じあるかと思うんですよね。で、もっと言ったら動画といえば YouTuber みたいな感じがね、YouTuber っていうのは、その YouTube に動画を上げてその広告収入で食べていくってことなので、まあね、 YouTuber になるってなかなか、難しいことだと思います。最近は特にね、人がすごく多いので、でもその YouTuber になるっていうのと動画を活用するっていうのは全く別で、YouTube を使って、マーケティングをするっていうこともたくさんできますし、最近はね、Instagram でも動画上げられますし、 Facebook でも動画上げられるので、その動画と、YouTuber っていうのはまた別物としてね、いかにマーケティングに動画を組み込んでいくのかっていうのが重要なポイントだっていうことをぜひ覚えておいていてください。で、今日の動画の解説をね、文章でも動画の説明欄に入れてありますので、よかったらそちらも見てください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。